でもよかったね。
新年記念第168回電動小競争の表彰式を行います。見事な連覇、そして驚異的なレコードタイムでの大賞、これぞ世界ナンバーワンホースの走りを1年ぶりに国中で披露してくれました。優勝はイクイノックスの関係者の皆様をご紹介いたします。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。
東京ピーターです。見事な非常でイクミノックス天皇賞制覇にしてくれました。クリストフ・ムエル氏の勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、今日ピーノックスはすごくいいスタートしましたので、すぐいいポジションを取れました。で、3番手でだんだん落ち着いて、やりさせて、これから打つことができると思います。前半も非常に難しかったと思います。そうですね、ボールタイムに15秒に取り返したことでございます。そうですね、信じられないです。まあやっぱりずっとイケスでしたね。でも、まあ、エクリノックスはゴールまでイケスを維持することができます。仮にとっては大丈夫です。それだけそういうまで発情、ロッピーとヒーリング、感触、ポイントの時間、まあ、本当の一般的な馬はですね、まあ、そんなら、まあ、彼は自分の仕事をよく分かってる、だから、本気で、すごい乗りやすいですね。いいも入るし、出会いすることもし、で、その後は走ってから、ちょっと感動しますので、まあ、一緒にとっては、まあ、ドリームライドですね。ありがとうございます。